キーワードは楽しくしなやかに果てるまで。お互いしなやかに果てるまで一緒にやっていきましょう。講義していただきましてありがとうございます。岡山に、まあ、住居を準備させて、それから私初めてお会いしたんですから、その辺の生活の今日はお話を。なるほどね。特にいろいろ病気のフェイスブックいろいろ最近ちょっとね病気まみれ、もともとはやっぱり食事の問題でしょ。いや、まあだから今回は血糖値がやたら高くてね。血糖値、110が限度なのに300とか言って、もう先生がもうこれダメです入院しなくちゃとか。糖尿病ですよ。あ、でもインシュリンとかやる必要ない。いや、やってた。あ、入院してた時はお腹にピク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 インシュリン打ってた。でももうやんなくてよくなった。いや、だから最後の日どうしようかなって言うんだけど、まあ大丈夫でしょって言って免除された。ということは、その後退院されてから今まで、そういうものにお世話にならなくてもいいような。いやいや、薬は6種類飲んでますよ。でも、インシュリンはやらないでしょ。インシュリンはやらない。だから、ある意味では、まあ、大変失礼ですけど、自立されてる。まあ、そこそこちょっとこう、黄色信号ぐらいね。薄い黄色信号、真っ赤だったんですよ。で、今日は食の熱中症学校の開校を祝ってですね、坪田さんの食生活、食生活ね、特に退院してから。いや、まあもともとね、離婚してから、まあ、離婚したんですか。離婚したのは14年前だけど、で一人になったんだけど、で、まあ、結婚してる頃はもう一切僕が作るなんてね、あなたが作ったって、あとお掃除しないからダメよなんて言って、まさに厨房に入らず、厨房を入れてくれなかったんですよ。やりたかったんですよね。割と作るの好きだったんですよ。あ、好きなのに入れてくれなかった。で、まあ一人になったから、まあそれはやろうよって言うんで、それでご飯を自分で炊くようになって、炊くようになって、でもまあご飯は炊けますよね。ご飯炊けるね。問題はおかずじゃないですか。まあそのカレーライス作ったりとかね、まあちょこちょこやってたことはあるんで、でまあ、大体今もうすごいじゃないですか。ネット上にもう何万とか何十万のレシピが出てるじゃないですか。で特に大好きなのは NHK の、今日の料理、みんなの今日の料理、あれもう全部録画してるんですよ。もう10年分ぐらい。ほとんどテキスト買ってるし、それで美味しいところを付箋つけて、もうそれを何度も作るとかね。ちょっと体験してですね、毎晩のカレーはカレー味多いですね。まあカレーは、ね、好きですけど。多いですよね。カレーはもう10種類ぐらい作りますね。タイカレー、それはいわゆる僕の場合はレトルト買ってきて、それで野菜加えて肉、そうなんです。違うんです。いや、もう初めはまあごく標準的な、ルーね、ルー買ってきて、ルーに書いてある通りにやってたんですけど、面白くないじゃないですか。ね、それで目覚めたのは、これはまあ結婚した頃に作ったんだけど、ケララカレーってのがあるんですよ。ケララカレー、はい、でインドのこうね、南の方にケララっていう州があるんですよ。地区がね、でそこで畑正憲って動物博士がいたじゃないですか。あの人がなんかインドに行った時にそのケララカレーを覚えて帰って、で SB 食品だったかなと提携して、畑正憲監修ケララカレーっていうのが、今畑正憲監修って書いてない。それはルーですね。ルーじゃないの。でも具も入ってる。いや、具は入ってない。具は入ってないんだけど、スパイスがね、7、8種類入ってる。それをこう順番にこういう具合に調理して、この段階でこれ入れてとか言う。その分かれてスパイスが入ってるわけ。そうああ、すごい面白い。でそれをその通りに作ったらめっちゃ美味しくて、これをいろんな人に勧めたら、みんなそのうちのカレーにマイカレーになっちゃった。ケララカレーめっちゃくちゃ美味しい。あ、そうなんだ。あれを作るんですよ、鶏、鶏、
鶏の骨付きの肉で、うん、を作ってから あれをね、セロリとかね、うん、から人参をすりおろすとかさ、からリンゴをすりおろすとかね、うん、そうやってあの野菜がね7種類ぐらい入る、うん、これがね非常にジューシーフルーティーでね美味しい。それはほぼこう砕けてるので、こうゴロゴロするわけじゃない。あ、ゴロゴロしてる。ゴロゴロしてるのもあるけど、基本的にはもう、あの、吸い込んでるから。おー、大変失礼しました。そこまで、私、レトルトとかやってる。いや、もうそれでハマって、だからまあ、それを改良したチキスペシャルっていうのを作ったのね。それちょっと複雑だから、ちょっと簡略化したやつ。うん、で、それを何度か作ってたんですよ。今度はね、タイカレーが面白いなと思って、タイカレーってあの緑色でしょ、うん、あの緑色で。うんでタイカレーっていうのをどっかで食べたら、これ美味しいなって、いや、うちで作ってみようとか言って、あれ、ココナッツミルクで作ってね、ココナッツミルク買ってきて、タイカレーを作ったり、それから、そば屋で作る和風カレーとか、ね、そば屋で作る和風いや、そば屋で時々カレー出してる店あるじゃないですか、そば屋で。そば、カレーうどん。あ、カレーうどん。カレーうどんね。うんうん、でそれは和風だしで入れるんですよ。で、そういうのとかね、やっぱ日本もカレー、ものすごいバリエーションあるで、それで面白い。あれ家庭科の先生に変わってるのかな。いや、面白そうなのをピックアップして検索じゃなくて作って料理教室ですさて、じゃあそれで、まあ、これから夏なんで、はい、夏はカレーだっていうか、カレーは多分体にいい。ああ、まあ、ね、だからそういう意味ではすごくいい生活をコントロールとされるとすごいと思うんですけども、うん、最近、うん、ちょっと話をじゃあ変えて、最近気になってること、うん、もうこれがちょっと俺がやらなきゃいけないと、うん、他の人にはできないし、俺が解明してやると、うん、そういう分野は何ですか？いや、十何年前とか、まあ、辞めた頃、片方で文章教室やってたんですけど、うん、自分のテーマ、今までね、本8冊書いたんですよ。8冊で8冊だから、やっぱ2桁に載せないとまずいなと思って単純に言うであと2冊書かなきゃいけないと。でそのテーマっていうんで、まあ、生涯最後のどん詰まりっていうかね、まあ、一応本を書きたくなってから、何かな、人生論とそれからメディア論と、うん、から見てなくてから、でも3種類書こうと思ったんですよ。それが還暦前後に全部書いちゃったんですよ。まあ、その3つは文章の書き方、いや、文章の書き方はあれはオフロープ、 あれは初めの面、あれじゃないんです。で、それでまあそれは書き切って で文章論も書いて、うん、最後からで文明論に突入してるんですよ。10年十数年前から。文明ってね、うん、人間がこう暮らしてきた文明ってあるじゃないですか、うん、でまあ今はね現代文明だけど、うん、その文明がどういう具合に移り変わってきて、これから先どうなるか。僕は今肩書き文明デザイナーの。これいない。世界中で文明デザイナーって名乗ってるのは俺すぎて。なんでっていうと、うんうん、文明って昔っていうかね、まあ学者先生が昔、あ、これは工学文明だって、これインダス文明だってね、後から振り返って文明の名前つけるんですよ。ちょっと僕が勉強なんで、文明っていうのは僕からすると、まあ、科学の進歩とか、あ、そういう、まあ、文化ではなく、まあ、技術革新とか、まあ、技術革新のベースなんですよね。インターネットとかもちろん、ね、そういうのも、まあまあ、基本はそのなんていうかな、狩猟時代が濃厚になって産業革命が起きて、今情報革命が起きてますよっていう話ですよね。ですよね、うん、その先は AI ですか？いや、まあ、AI じゃないけど、うん、その今一番問題になってるのは、資本主義と民主主義はこれいつまで続くのって話でしょ。ん、資本主義と主義、ね、民主主義はいつまで続くのって、うんうん、民主主義だって絶対ではないから、うんうんうん、まあちょっと改良しないけど、特にその資本主義が今すごい問題になってるわけですよ、うん、で片方は新自由主義とか言って、うん、特にアメリカで格差がめちゃくちゃ広がってるでしょ、うん、でまあ分断されてて、うん、でその資本主義の悪い面ってのが今どんどん出てきて、うん、じゃあ資本主義をやめるのか、あるいは資本主義をもっともっと改良してもっといいものにするのかみたいに、うん、今こう世の中の議論されてる、うん、だから僕ら、まあ、全体主義っていうかそういうの嫌ですよね。ああ、もちろん、ね、もちろん、ね、もう共産主義もそういうことはないんだけど、うん、資本主義でいいのか、あるいは資本主義をどうすればいいのっていうのが今
世界中のこう最先端の人たちが議論している話でしょ、うん、で僕はやっぱそれをこう見届けたいっていうか今最近その辺の本をたくさん、うん、たくさん読んでるんですよ、うん、で一番面白いのは今突っ込んでるのはあのデビッド・グレーバーっていうとんでもない大天才がいたんですね。4、5年前で、これはもうあのその知識人連中の間では超有名人で、なんでこの人死んだんだって4年ぐらい前に死んだんですよ、で我々は 99% だっていうんであのウォール・ストリートにデモをかけた人なんですね。アナキストですけど、でそれでそのものすごい大天才でブルシット・ジョブっていうねどうでクソどうでもいい仕事っていう本を書いてすごく有名になったんです。で我々がやってる仕事は全てほとんどがブルシット・ジョブだと、で本当の意味の仕事ではない、なんで僕と強制されるのなんて話、もう一つは負債論っていうの、これがもうあのすごいものなんですけど、負債論ってのが書いてある、負債ね、要するに負債論、お金借りてる、でその我々はお金を貯めてるように見えるけど実は我々は負債を増やしてるだけなんだっていう、でひっくり返したんですよ。でそうすると今のお金社会っていうのはどういう構造になってるのを見事に負債論っていうこう結構分厚いんですけど、で書いたんですよ。これがもう衝撃を与えて、今はその負債論の次を考えるっていうシンポジウムとか研究者が世の中にものすごく広がる。いやあまり僕ら初めて聞いたのは面白いですね。こう面白い本があるじゃん、面白い、どん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 面白い、で面白いっていうからにはなぜ面白いのかっていう、その坪田さんご自身の尺度からじゃないですかね、でその尺度からしてそういうものがこう新そういうものを全部取りまとめて全く新しい色、ね、を作るっていうことを目指そうとしてるわけね。全く新しいとは言えないと思うけど、やっぱそれはいろいろ影響があるから、だけどやっぱそれを全部総合した上で、坪田文明論、坪田は文明をこう見たんだっていう、それをやっぱり書きたい。でもう今の自分の感覚で言うともう7合目ぐらいまで来てるって感じするんですね。だから上手に突破できれば来年の今頃には結論部分が書けるんじゃないかな。それぐらいかかるやっぱ10年かかると思ったから、やり始めた。ああ今だってそんなすごい本でこんな分厚い5000円とかそんな本ね読むのにね、まあ、1週間ぐらいかかるちゃうだよってか、あんなの次から次に読んで、それそいつのこう欠点は何かとかね、これはいいとかね、まあきちっとこんなことはしてないけど、こういうせいそうやっていって、でもあの10年以内にその自分がやるべきやらなきゃいけないことっていうか、やりたいことやるべきこと、そういうのはこう定まりつつあるっていうお話が、いやだからね、結局僕はつくづく思うんだけど、あの、まあ、僕の周りに、同期で入って同期で卒業したね、日経新聞の記者あれとかいるじゃん、やつらはね、あれですよ、旅行に行ったりゴルフしたりとかやってたけどやっぱりね、目標がないと面白くないと思うんですよね。そうですね。でだから、まあ、たまたまそういうの僕は好奇心の塊だから、まあ、人間ってそもそも何とかね、世の中って何とかねとかそんなことを興味持ってて突っ込んでて勉強すればどんどん新しい世界が見えてくるわけ。すみませんね、坪田さんの今後の健康法は喋ること、もうもちろん ね、まあまあ喋ってる考えてエネルギーを使ってガス喋ってすぐエネルギーを発散する。そうアウトプットがあるからインプットするわけで、インプットだけで溜め込んだってしょうがないじゃん、それで病気になっちゃうから、そうだよね、だから適度に喋ってくれる機会が来ないとなんかねつまんないじゃん、だから中間発表でもいいけど、じゃあ血糖値100維持して、そのためにはね発散し続けると、だからまあ、酒飲む楽しみがなくなった僕もうより一層その読書に、ね、気合いを入れてっていう、すごい発想ですね、それは酒から読書ってのはすごいですね。いやもうだって自分の今ねこう生活の中の、生きがいのね 25% ぐらいがね熱中なんですよ。わあ、それなんで言ってくれた。熱中がなかったら、ね、あと書いて書きますよ、ね。熱中がなかったらね、寂しくてしょうがない。寂しい。やっぱりこの声があると嬉しいよね。でもね、やっぱりね、生きがいがあって、生きがいをお互いにこう生きがい交換みたいな場なんだよね、この熱中がね。自分の生きがいとしてこう喋ると。
もう聞いてる人も、あのね、それで、うん、元気されるわけでしょ。そう、でもやっぱ前向きにものを考えたり何かしようっていう人とやる、ね、時間がね、全国にそういう人がいると。そう、だから、うん、適当にね、ウロウロしてるやつはどうでもいいんだけど、やっぱりこうね、自分の生活を良くしようとか、成長しようという気持ちがあると来てるわけですよ。そんなことこうね、やれなくて、あれそんな本当に楽しい。まあ、でも各地回って、それぞれいろんなタイプの人が、ね、面白いと思うし、頑張っていくというのはいろいろあるじゃないですか、うん、まあ、でもそれはそれなりに頑張ってみて、そうですね、うん、生徒さんは生徒さんがいらっしゃるし、うん、どうもありがとうございました。